まもなく定見総会が始まります。お早めに席にお着きください。演奏中の合同への出入りはご遠慮ください。携帯電話は電源をお気になるかマナーボードの設定をお願いします。開演に先立ちまして、本校副校長佐々田香織よりご挨拶申し上げます。ご来場の皆様、こんにちは。浜松市立高等学校副校長の佐々田でございます。本日は浜松市立高等学校マンドリン部第35回定期演奏会へご来場いただきありがとうございます。また開催にあたりご協力いただきました多くの皆様に心から感謝申し上げます。マンドリン部のモットーは協調と平和だそうです。46名の部員たちが仲間との和と絆を大切にしながら日々の練習に取り組んでいます。本日の見どころは部員たちが心を一つに奏でる可憐な音色とバリエーション豊かな曲目構成です。コロナ制限で思うように活動に取り組めなかった先輩方の悔しい思いを胸に、本日会場にお越しいただいた皆様に楽しんでいただけるよう心を込めて部員たちが紡いだ一曲一曲を心ゆくまでご堪能いただき、応援と激励をいただければ幸いです。それではどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。続きまして、マンドリン部部長柳川和樹よりご挨拶申し上げます。本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。私たちはマンドリン部は今日という日を目標にどのようにしたら聴いてくださる人を喜ばせることができるかを日々考え試行錯誤しながら練習を重ねてきました。またコロナの沈静化に伴い昨年に比べて大幅に規制を緩和して開催することができたことを大変嬉しく思います。本日は7月に大阪で行われる全国大会で演奏する大会曲から皆さんが一度は見にしたことがあるであろう J-POP など様々な曲を演奏させていただきます。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。
ただいま演奏した曲はブラームス作曲ハンガリー舞曲より第5番でした。この曲はブラームスがハンガリーの民族音楽にシンパシーを受けて作曲したものと言われています。世界で最も有名なクラシック曲の一つであるこの曲のフレーズを皆さんもどこかで一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。申し遅れました、第57代マンドリン指揮者の青島光成です。本日はどうぞよろしくお願いします。午前中から降り続いていた雨も昼過ぎにやみ、このような陽気に定期演奏会を開催できますことを心から嬉しく思っています。ありがとうございます。さて、ここからは司会を放送部の翔子さんにバトンタッチしたいと思います。翔子さん、よろしくお願いします。こんにちは。定期演奏会の司会を務めます浜松市立高校2年翔子彩乃です。よろしくお願いします。さて、続いて演奏する曲は吉水秀典作曲の序曲です。11月に行われた県大会で最高賞にあたるフェスティバル賞をいただいた曲です。曲の途中に緊張と弛緩が何度も繰り返され、マンドリンオーケストラの魅力が存分に引き出されています。自由で巧みなメロディーをじっくりとお楽しみください。
続いては武藤理恵作曲、月に舞うです。作曲者は近年精力的に多くのマンドリン音楽を作曲され、その親しみやすいメロディーが支持されて頻繁に演奏されています。この曲は月の妖精のお話です。人間界に来た月の妖精が若者と禁断の恋に落ちてしまいます。でも二人の幸せな日々は長くは続きません。彼女との記憶を削れた若者がふと次を見上げた時にだけ、彼女の心に彼と過ごした愛おしい日々が甘美な音楽とともによみがえります。彼が月を見上げることをやめた時、彼女の舞は再び始まり、彼女は悲しく激しく苦労しく月に舞うのです。四季は長年にわたり本校の指導に携わり、現在は外部講師として指導してくださっている佐藤和久先生です。
第2部が始まります。お早めに席にお着きください。演奏します。
スポーツと音楽、これら2つが組み合わさって私たちは様々な感動を体験してきました。これまで生まれてきたたくさんのスポーツの名場面を音楽とともに振り返ってみましょう。毎年夏に行われる全国高校野球選手権、100回以上の歴史があり、その度にたくさんのドラマが甲子園球場で生まれてきました。さあ、甲子園決勝戦、3回裏3点差で満塁の場面、一夜ではサヨナラチャンスで打席には奥山が立ちます。さあ、フルカウントまで来ました。次の1球で勝負が決まります。大きな当たりだ。打球が伸びる伸びる、入った。逆転サヨナラ、満塁ホームラン。
時は2022年 FIFA ワールドカップ。日本の劇的な大活躍に世界中が熱狂しました。日本の決勝進出をかけたスペイン戦後のとあるインタビューが大きな話題となりました。長友選手、お疲れ様です。まずは今の気持ちいかがですか？ちょっとあれ言ってもいいですか？お願いします。小さな声で言うんで、小さな声で。ブラボー。
今から7年前の2016年に開催されたリオデジャネイロオリンピック、陸上400メートルリレーの銀メダルや体操男子団体の金メダルなど、さまざまな名場面が生まれました。その中でも皆さんの記憶に残っているのは閉会式のあの場面ではないでしょうか。
ついに2020年全世界が待ちに待った東京オリンピック。しかし新型コロナウイルスの影響で開催はまさかの延期となりました。しかし1年後に多くの制限の中開催された大会では、新競技のスケートボードや卓球ダブルス、野球など多くのメダル獲得で、たくさんの人に勇気と感動を与えました。未だ続くコロナ禍、社会全体が不安に包まれる中、オリンピックとともに日本中を盛り上げたのはあの曲でした。
ここで舞台準備のため15分間の休憩をいただきます。まもなく第3部が始まります。お早めに席にお着きください。日本の文化といえば何を思い浮かべますか？やはり祭りと答える人が多いと思います。続いては岸浩一作曲の日本スケッチより祭りです。たくさんの人々が作る華やかさと豊かさ、賑やかな宴会の後のきらびさ、この曲の独特の深い音をお楽しみください。
藤秀明作曲、アクアエクスプレスです。2月に行われた東海大会で演奏し、愛知県教育委員会賞をいただきました。遠藤秀明氏は大の鉄道ファンとして知られているバンドリーオーケストラ作曲家です。曲名にあるアクアエクスプレスは九州で実際に走っていた列車です。太陽の国、九州の爽やかな風、四方を海に囲まれた豊かな自然、爽快な車窓からの景色がありありと浮かぶ独創的な曲です。息を呑むような美しい旅をお楽しみください。
して安土の場組曲です。安土の場は人芸術という意味です。この曲は安土の場マンドリンオーケストラ解散公演で2002年に演奏されました。オーケストラの中心的メンバー2人による合作です。第1楽章を末広健司が、第2楽章を丸本大星が作曲しました。今回演奏する第2楽章アレグロは神経術の名にふさわしく、それまでの取れ戻したいマンドリン音楽から飛躍してピッキングによる躍動的な表現を生み出しています。この曲は特に若い世代に人気が高く、日本のマンドリン音楽の主流となっています。この曲はパートごとの掛け合いが多く、仲間と一緒に一つの音楂を作り上げる喜びに満ちています。その喜びを感じながらお聴きください。
までお聴きくださりありがとうございます。残す曲もあと1曲となりました。私たち3年生はこの演奏会で仮引退となってしまい、7月の全国大会までのしばらくの間は受験勉強に励みます。ここでそんな3年生を紹介したいと思います。ナッツン、見たね、リコちゃん、青ナッチ、アカニャン、みっちゃん、さあ、もっと見る人、はい、ゆいぬ、さゆりごまんち、ひなり、さおり、学士、コッティ67、ケニアン笠原、トヨタマシン、アイザワルドンセナ、新レッドポンド、千葉の輪、タイちゃん、それでは最後に演奏する曲はミックスナッツです。ミックスナッツでは3年生全員で踊りたいと思います。3年生今週のダンスをどうぞ どうぞお楽しみください。